皆さん、お元気ですかクリスチャン防災士ネットワーク代表であり、新宿復興協会牧師の菅野直樹です。今日は、クリスチャン防災士ネットワーク設立総会について、プレイズニュースをお届けしたいと思います。クリスチャン防災士ネットワークは、2年前に結成のための話し合いが始まり、1年半前にお茶の水クリスチャンセンターで行われた JEA 主催の広域ネットワークの防災セミナーの中で結成のお披露目をさせていただきました。その時の内容はクリスチャン新聞でも取り上げていただきました。それから1年半くらいの間、世話人だけの話し合いを続けてきました。当初5人の世話人でしたが、1人減って2人増えたため現在6人となり、 三人の顧問の方々も名を連ねていただいております。世話人の代表は私、菅野直樹、副代表に山尾健一さん、初期に山中由美子さん、それから大間哲さん、北野健二さん、小笠原幸一さんの6人が世話人です。それから栗原和義さん、横田ポーロさん、聖家 広久さんの3人が顧問となってくださっています。先般の11月24日の20時半より第1回目の総会を開かせていただきました。関係者の皆さんとここまで導かれた神様に心から感謝を捧げたいと思います。クリスチャン防災士ネットワークは2つの共通点を持った人たちの集まりです。1つ目はクリスチャンであるということ。そしてもう1つは 防災士は、自助、公助・共同という三つの柱を持っています。折しも菅総理は、自助、公助・共助、そして絆というスローガンを掲げて、災害大国日本、そして今はコロナ対策が重要課題である中、クリスチャンであり、防災士のネットワークというのは、 とてもユニークであり、大きな可能性を秘めていると感じております。この集まりは、クリスチャン防災士の個人の集まりですが、パッション、ミッション、アクション、つまり、防災、減災に対する情熱と使命感を持ち、行動力を持った人たちの集まりです。必ずや、このクリスチャン防災士ネットワークがこの時代の日本において、 大きな力になることと信じます。先般の総会がその始まりとなり、神様に使っていただけるようなネットワークとなりますようにと願っています。今後の活動は、毎月行う世話人会、そして年に一度の総会、随時臨時総会、そして半年一度くらい防災セミナーを開き、防災士としての経験を分かち合いながら、 一人一人が防災士としてお役に立てるように励まし合い、高め合っていきたいです。以上、クリスチャン防災士ネットワーク代表、新宿復興協会牧師の菅野直樹がレポートいたしました。ありがとうございました。